一般的にはまだそれほど知られてない全ての悩みを網羅できる成分をお持ちなんですよ。皆さんこんにちは、美容家の崎岡恵です。私が化粧品開発の仕事をしている時、最もときめくのが原料の世界、特にアクティブ成分といわれる美容成分の世界はどれだけ時間があっても浸っていたいっていう世界になります。化粧品開発の最上流って私原料だと思ってるんですよね。もちろん大手さんが全く新しい新知見を出すこともたくさんあるんですけれども、原料メーカーさんも非常に早く新知見を出してこられるんですよね。実はあれずいぶん前に原料の世界では流行ってたよねとかいう知見が大手さんの新商品として大々的に出たりするんですよ。あと免疫美容もあのメーカーが言い出したよね、あの原料メーカーさんが言い出したよねみたいなのが大手さんから出たりとか、とにかく原料トレンドを知ることは誰よりも早いトレンドを予測したりとかキャッチできるっていうことなんですね。本当ワクワクが止まりませんよね。通常原料資料って本当コンフィデンシャルなものなので、本国にアプリケーションフォームいっぱい書いて、それでようやく1枚許可されるぐらいの世界なんですよね。でこれをなんと今日は特別に出していただけるっていうことで、 DSM フィルメリッヒ社の斉藤さんにお越しいただいてます。お越しいただいてますよ、ごめんなさい、私がお邪魔してるんだ、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。くれぐれも PR ではありません。美容成分の本当のことを皆さんにも知っていただきたいっていう熱い思いが一致して、このコラボが実現しています。なのでこのチャンネルならではの内容を今日もお届けしようと思うんですけれども、 DSM フィルメリッヒさんといえば世界有数の原料メーカーさんなんですよね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は肌悩み別おすすめ成分、それから DSM フィルメリッヒ社さん一押しの成分、最後にトレンドは何が来ているっていう皆さん垂涎の話をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは肌悩みって一つじゃないですよね。やっぱりそれぞれの肌悩みに対応できる原料を知りたいですよね。なので斉藤さん、ちょっとまず一つ一つご紹介いただきたいと思うんですけども、シミについてはどんな原料がおすすめですか？シミにはですね、ナイアシンアミド、それからピュアバイタミン C、ステイシー50という商品を私ども持っております。特にこの、商品は部外品の取材としてですね許可を、されておりまして、活性酵素除去等もですね抗酸化作用というのを、持っており、コラーゲンの酸性促進であったり、ニキビ免疫性の向上というものに、使われております。ステイシー50といったらアスコルビルリン酸ナトリウム、これ即効型のビタミン C 誘導体って言われるものですよね、はい、成分ですよね。まさにそうですね。で本当なんかクリニックでも結構ニキビに効果っていうことでよく使われたりするビタミン C 誘導体になるかと思うんですけども、斉藤さんこれ資料拝見しててえーと思って、DSM フィルメリッヒさんのアスコルビリン酸ナトリウムだとなんとスクワレンの酸化も防止しているっていうデータを見まして、はい、過酸化脂質をケアする成分って割と使用性のビタミン E とかそういったものが多かったりするんですけども、はい、ああそうなんだ、ステイシー50こういうデータ持ってるんだみたいな。有用性の美肌のデータお見せしていただいてもいいですか？はい、はい、こちらになります。はい、これすごいですよね。こんなシミが分かりやすくね、本当化粧品でシミが消えないよと言われてるんですけれども、このデータ見る限りもうちょっと消えちゃってるような感じですよね。それからですね、次のおすすめとしてはレグフェード、表示名称がですねレスベラトロールというのが非常におすすめです。はい、もうこのレスベラトロール、もう私これ大好きな原料なんですよね。情報はちょっとね時に来て難しいんですけども、レスベラトロールって何かといえば赤ワインに含まれる強力な抗酸化成分としてもう有名ですよね。DSM フィルメリッヒ社さんのレスベラトロールはすごいんですよ。お宅の私でもびっくりの美白メカニズムを幅広く網羅してる原料なんですよね。だからこの原料発売された時かな、ご紹介いただいて、私シミ体質なんですね。こんなね原料出たんだと思ってすぐ当時開発中の商品に採用させていただいて、デュオの、美容液だったんですけど、はい、斉藤さんこのビトロのデータってご説明いただくこと可能ですか？はい、はい、ビトロのデータでは 0.002% で確認をしております。特に崎岡さんの得意分野であるところで、はい、命令合成輸送というですねメカニズム、全てはまだ崎岡さんのところはもうなってしてないんですけれども、最初の3つの部分にですね有効的に関わってきています。命令の部分ではですね、
色素細胞刺激ホルモン α-MSH、ステムセルファクター SCF ですね、それからその受容体の、KIT シグナルを阻害しております。合成の部分では、メラノソームの機能や成熟を阻害していて、他にもその OCA2 の遺伝子スチロシナーゼ、それから TYR1 ですね、こういったものの阻害を行うことで、合成を止めると、さらにですね、輸送の部分というのは、メラノソームの、肌細胞への輸送へ関わるですね、遺伝子発現に関して、有効性を発揮しているということです。きっと呪文に聞こえたと思うんですよね。すいません。これ見た時にね、本当にオタクの血が騒いちゃって、これ本当に各原料メーカーさん、もちろん美白メカニズムについてはデータいろいろ取られてるんですけども、これほどオタクなデータ見たことないと思って、本当にすごいなと思っちゃったんですけども、例えばね、今メラノソームっていう話があったんですけども、私たち別に一般のユーザーさんにお話しするときは、メラニンメラニンって言うんですけれども、はい、メラノサイトっていうメラニンを作る工場の中の小器官で実はメラニンって作られてるんですね。メラノソームって袋状の器官なんですよね。そこにもなんとアプローチしている。だからチロシナーゼと か, なんかメラニン合成とかのその前の段階にも網羅しているってことなんですね。あとさっき OCA2 遺伝子っていう話があったと思うんですけども、これ今年の学会、交渉品学会で話題になってまして、日本人の肌色の決定にすごく大きく影響する遺伝子だっていうふうに研究がありますね。あと実はメラニンが輸送されるよと私よく言っちゃってるんですけど、実はメラノソームにいっぱいメラニンがいて、その袋ごと輸送されるので、なのでそれを阻害するよっていう遺伝子発現とかを見てまして、ラブ 27A とかね、もうすごいもうオタクですよ。もう先岡さんしかわからないかもしれないですけど。ラブ 27A って実はメラノソーム輸送には不可欠な遺伝子なんですね。なのでもうこの活性が輸送の鍵になるので、これを抑えなくちゃ。抑えすぎてもいけない、ね、病気になっちゃうといけないんですけれども、さらに多角的な、作用基準っていうところでメラニン合成の中のクロニドメラニンへの移行も阻害しますよ、単色メラニンに移行するようにしますよっていうデータとかですね。あとちょっと私斉藤さん、これすごい心惹かれた理由の一つだったんですけど、浩二さんと比較されてますよね。そうですね、はい、はい、ビゴロンで有効性試験のデータも持っておりまして、こちら の, データの方になります。はい、2週間で皮膚色を明るくするっていうすごい即効性のある、現状になりますね。今ちょっとはたと思ったんですけど、私たちがビドロだのビボだのって言ってるのがきっと皆さん分からないと思ってごめんなさい。ビボっていうのはいわゆる人で行う臨床試験のこと、人の実際の皮膚で行うこと、ビドロっていうのは細胞試験とか試験管の中で行われる試験のことですね。メラニンに関わる、私たちのシミとか肌色とかを決定するメカニズムと本当に膨大なんですよね。なので例えば私このレグフェードレスベラトロールと合わせてビタミン C ね、大人気でお持ちの原料なので、そういうのをね合わせて、チロシナーゼ活性をさらに強力にしたりとか、はい、いろいろ原料のね組み合わせもなんか楽しい。そうですね、楽しいです、はい、楽しいと思ってるのは私だけですか。なんかすいません、腹オタクのね作曲家さんにとっては非常に楽しい原料かもしれないですね。はい、なんか DSM フリメリヒさんの美白原料だけで組み合わせる考えるのも楽しいなと思っちゃう。続いては芝におすすめの原料。芝についてはですね、ジャドックですね、ヘビ毒を模倣した、新エイク、それからトータルコラーゲンケアのですね、新 TC というものを、ご紹介しております。はい、これね新エイクはね、本当にもうヘビ毒ペプチドみたいな感じで言われて、そうですね、もう大ブームを引き起こしましたよね。これが実は DSM フィルムリヒさんのペプチドだったってことなんですよね。はい、要するに塗るボトックスペプチドの一種ですよ ね, そうですね、はい、ボトックスが神経細胞からのアセチルコリンっていう伝達物質を阻害するメカニズムに対して、新エイクって受け取り側、筋細胞側の受動体をブロックするみたいな、そういう感じですね、受け渡しを止めるという感じですね。ですよね、はい、私たち加齢とともに筋肉って過緊張を生じるっていうふうに言われてるんですよね。だからそういったものの、緊張を解いてあげるっていうことですよね。新エイクについてはちょっとこの他のペプチドが何か言えないんですけれども、比べてすごい効果を示してますね。で、新 TC について
については皮膚にはたくさんのコラーゲンが実は存在してるんですよね、はい、その全部のコラーゲンの生成を促してくれるペプチドということですよね、はい、例えばざっと紹介すると、1型コラーゲンというのが、神秘の大部分を占めているって言われてるんですけれども、実はその他にも3型とかね、はい、ベビーコラーゲンとか言われる赤ちゃんの肌に多いコラーゲンとか、あと4型とか7型とかホットな17型とかね、いろいろあるんですよね、はい、でそれを全部生成促進してくれると、これも大人気ペプチドですよね。そうですね、非常にホリスティックに、コラーゲンをとケアしていくという意味では、はい、コラーゲンってやっぱり重要な、組織ですので、そこのケアという意味では、私もとしては非常に売れている商品ですね。そうですよね、はい、じゃあ続いては、たるみにおすすめの原料は。たるみにはですね、新配管というものがございまして、こちらはヒアルロン酸の、合成促進をすることで、実際に肌のですね、引き締め、をしてですね、たるみであったりとか、そういったところをカバーしていくという、ペプチドになっております。はい、この新配管大好きなんですけれども、大好きな原料ばっかりね結局たるみにはですね、もう一つペファタイト CB というのがありまして、こちらは本当にもう速攻性をですね重視して、つけた瞬間に、お客様がすぐに感じる、たるみの効果をすぐにですね、改善できるというのを速攻で感じるというのが特徴の商品です。マイクロアルゲーですよね。その通りですね。これは、どこがクリーンビューティーなんですか。このクリーンビューティー、マイクロアルゲーを使ってはいるんですけども、例えば防腐剤であったりとか、そういったものを、なくすことによって、クリーンビューティーという、コンセプトにも、マッチできる、そういったことで新しい商品として、開発しております。なるほど。資料拝見してて、まぶたのたるみのデータを取ってらっしゃいますよね。で続いては毛穴におすすめの原料は。シンコルですね。これもコラーゲンの酸性促進を促すというのが、一つの特徴になってまして、肌のそのボリュームアップによって、改善をしていくというのが特徴です。それとですね、また、オーガニックのラインナップとしては、私ども、アルパフロールシリーズというのがありまして、ここのアルパフロールのアルプシーバムというものがあります。こういったものが、この毛穴に対して有効性を発揮しているものになります。シンコルといったら基底膜ケアっていうイメージが、こうあるんですけれども、劣化コラーゲンからのもう保護するペプチドっていうふうに資料で拝見して、これも他のね競合ペプチドさんと比較されていて、ちょっと何かは言えないんですけれども、全然桁違い の作用を示しています、アルプセラムはまさに油田肌の方に朗報な原料ですね。男性ホルモンが活性型男性ホルモンに変えてしまう酵素 5α リダクターゼってよく育毛の、ところで、よく言われるんですけれども、その酵素を阻害することで皮脂分泌を抑制する。だからつまりは抗議に捉えると抗男性ホルモンアプローチみたいな感じで、本当にニキビ肌とか夏自分の顔が油田のようなみたいな方に本当におすすめですよね。毛穴サイズ縮小のデータも取っておられますね、続いては赤みにおすすめの原料は。エーデルワイスエキスというのがございまして、これもアルパフロールシリーズなんですけれども、エーデルワイス CB というものがありまして、このエーデルワイスの、いわゆるお花ですね、このお花に含まれている、レオントポト酸というのがありまして、こちらが有効成分として抗炎症に働きます。2つ目としては新アップですね。特にその、ユーロキナーゼ、それからプラスミンというところの活性を、阻害することによって、抗炎症を行います。でさらに、昨年になりますけれども、ビタミン B12 ですね、こういったものも赤みに対して非常に有効な素材になります。ビタミン B12 っていうと、これって要はシアノコバラミンなんですけども、着色原料だったんですよね、主に使われている目的としては。ところが有効性を DSM フィルメネヒさんは見出したっていうことで、かゆみ、炎症、赤み、敏感肌、インコスメティクスっていう世界最大の、原料店があるんですけども、そこで2022年、銀賞を取られて、続いては乾燥におすすめの原料は。乾燥にですね、おすすめの原料はペンタバイティンというのがありまして、モイスチャーマグネットと知られているんですけれども、72時間の保湿を持続していくというのがペンタバイティンの特徴です。詳しくはこちらの動画でお話ししてますので、ぜひご覧ください。
でもここまで聞いてきてですね、肌悩みは1個じゃないかな、いろいろな原料使わなきゃってね思ったんですよね。でも実はすごい成分なのに、一般的にはまだそれほど知られてない全ての悩みを網羅できる成分をお持ちなんですよ。言っちゃってもいいのみたいな感じなんですけども、それが新アップですよね、はい、これもまさに神、うん、DSM フィルメニヒさんはペプチドをね、あの新シリーズとしていっぱい出されてるんですけれども、はい、新シリーズまあ全部素晴らしいんですよね。ただなんでかって言ったら DSM さんってペプチドデザインを、はい、あの自社でされてるんですよ ね、はい、これ皆さん、みんな自社でしてるんじゃないのって思われたかと思うんですけど、違うんですよね。そうですね、はい、あのペプチドデザイン屋さんっていうのが世界にいくつかあるそうです。本当ペプチドデザインってすごい専門性があまりにも必要な分野なので、そういうところに委託共同研究みたいな感じであの開発する原料メーカーさんがほとんどなところ、はい、なんと DSM さんは自社でゼロから作っちゃうという、この紙ペプチドと言わせていただきたいんですけども、新アップについてちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、この原料はですね、まあ、セリンとホモフェニルアラニンという、まあ、2つのアミノ酸を出発原料としております、うん、まあ、日々ですね、まあ、消費者、まあ、私たちというのは外に出ることによってストレスをこう受けていて、まあ、肌のレジリエンスが実際低下してしまいます、まあ、先岡さんはそのストレスによってですね、まあ、活性化してしまう炎症性サイトカイン、まあ、そういったものやですね、もしくはタンパク質の分解ですね、分解酵素、まあ、そういったものなどを肌エラーというふうに、はい、あの呼ばれていると思うんですけども、このエラーを回復する、この肌の力が低下してしまうというのを助けていくというものが、この新アップになっていきます。ダメージを受けても自ら回復させる肌力がないと、さまざまなエイジング現象を引き起こしてしまうんですよね。はい、そうですね。もうほら、回復できずにずっとエラーが、ダメージがずっと蓄積していくっていうことになって、やがてはエイジング現象へっていう風になってしまうんですよね。肌そのものの力を高めるケアが今時だよってずっとこのチャンネルでよく言ってるんですよね。そこで、まあ、はい、当社として、まあ、注目しているのがそのプラスミンになります、うん、まあ、プラスミンはあのタンパク質の分解酵素なんですけれども、まあ、炎症とかですね、まあ、4型コラーゲンというものを分解させたりとか、まあ、肌荒れ、赤み、水分蒸散量を上昇させてバリア機能というのを低下させることによって乾燥を招いたりですね、基底膜を脆弱化させて、まあ、神秘のですね、1型コラーゲンまあ、ここを刺激してしまうことでシワとかですね、まあ、たるみ、また毛穴の開きというものを引き起こしたりします。新アップは、まあ、プラスミンのいわゆる鍵穴ですね、そこに新アップが鍵として入っていくことでプラスミンの活性を止めてしまうというのが、この新アップがデザインされた、まあ、いわゆるペプチドのデザインになってます、うん、この資料ちょっと難しいかもしれないんですけれども、ちょっと補足すると、通常ね、あのプラスミンって活性化してなくてプラスミノーゲンっていう形で、はい、お肌の基底層っていうところにいます。紫外線とかのストレスがあるとやっぱり皮膚を守ろうとしますよね。そこでプラスミンにあの変化してしまうんですね。プラスミンに変化させるのがウロキナーゼっていう酵素になります。プラスミンも阻害したい、でもプラスミンになっちゃう前のところを阻止するためにロキナーゼも阻止したいっていうところですよね、はい、新アップって言うでしょ、 UP って書いてあるからみんななんかアップみたいな、でもこれは実はウロキナーゼプラスミンっていう意味なんですね。その通りですね、はい、はい、つまりね、何が言いたいかっていうと、見える炎症だけじゃなくって、実は肌の中で見えない炎症が起きることで、はい、様々な肌悩みを引き起こすんだよと、特にプラスミンって各種の炎症性物質どんどん出させてしまうんですよね。でそれでバリア機能を低下させると、でさらに基底膜分解しちゃったりとか、真皮の大部分を占める1型コラーゲン分解してしまうことでシミシワたるみ毛穴へつながってしまうっていう、まあ、要するに炎症老化ケアのアプローチですよね、はい、ではこちら あのデータの方をまたお見せいたします。あと、あの斉藤さん、私あの改めて新しい原料を拝見してえっと思ったんですけど、コロナ禍で大ブームになったマイクロバイオーム、皮膚常在菌層のデータも取られてますよね。そうですね、はいはい、こちらになります。この新アップはあの美肌菌と呼ばれる表皮ブドウ球菌を増加させて、コリネバクテリウムクロッペンステッティこれ言うの大変ですね。これは赤みなどのトラブル肌に多いと言われる菌で、まあ、いわば悪玉菌ですよね。これを抑制する効果を、まあ、見出されたと、はい、
ということですね。本当なんかトレンドも網羅されておられますね。でマイクロバイオームといえば DSM フジムニッヒさんってすごい前から研究されているイメージがあったんですけども。そうですね、まあ、当社はですね、まあ、このスキンマイクロバイオームの、まあ、トレンドが来る、まあ、だいぶ前にですねこちらの方の研究にも力を入れておりまして、自社だけでなくて一般の消費者に対してもそういったあの情報をご提供できるウェブサイトなどを持っておって、まあ、スキンマイクロバイオームは非常にあの一つのですね、まあ、今後も力を入れていく、まあ、分野になっております。なるほど。ということはますますこのマイクロバイオームの分は続きそうですね。これだけの大手さんがおっしゃってるんだから多分絶対だと思います。ね、夏ってプラスミン活性高くなるって言われてますよね。はい、そうですね、まあはい、まあ、特に夏はですね、その顔の肌のプラスミンというのは、まあ、ボディの、まあ、いわゆる体のですね、まあ、約8倍の、まあ、活性があって、はい、紫外線を浴びると最も活性が高まっていく、うん、また、まあ、アトピー肌の方は特にそのプラスミンがですね、うん、非常に、まあ、活性が高いので、まあ、プラスミンの活性というのが高いと、まあ、その水分蒸散量が上がったりとか、うん、もしくは、そういったことによる、弊害が出てくると、うん、まあ、このあたりのデータを持っております。アトピーの方ね、何してもね良くならなくてね、本当お悩みの方がね多くて、本当私も心を痛めてるんですけども、ここに実はプラスミン活性も関わってたっていうことですね。つまりやっぱ紫外線量が多い夏は、うん、プラスミン活性が高くなるっていうことは、プラスミンって肝斑や肌荒れの大きな原因の一つなんですよね。なのでやっぱり肝斑や肌荒れでお悩みの方にはとってもこのプラスミン活性を抑えるってことは大事っていう、そうですね、ことになりますね。はい、でもここまで聞いてプラスミン活性を抑えるトラネキサム酸使えばいいんじゃないのって思われた方いらっしゃるかと思うんですけども、うん、違うんです。ちょっとご紹介すると、トラネキサム酸の原料メーカーさんとか、まあ、トラネキサム酸のデータでは実はここまでのデータって取られてないんですよね。これは本当に DSM フィルムニッヒさんのオリジナルデータなんですよね。はい、ここまで聞くとちょっと本当に使いたくなりますよね。私の美容哲学として、あの効果は最大限、負担は最小限っていうのをあの掲げてるんですよね。でなのでシンプルステップケアを推奨しているので、シミアップ本当にいいですよね。1個でいろいろできちゃう。私実はディオ時代毛穴ケアアイテムで採用させていただいたんですけども、うん、多分これからたくさんの新データをまだまだあのシミアップで出されると、はい、あの期待してますので、ちょっと今日はピボデータがちょっとなかったんですけども、またねこういう機会を設けて、あの紙ペプチド新アップに迫らせていただきたいと思います。はい、新データ楽しみにしてます。すごい快挙を実は新アップ成し遂げたんですよね。7年かかって中国で使えるようになったっていう、はい、これ業界的にはすごい快挙。そうですね、はい、新規に中国でこのペプチドを登録して使えるようになったという意味では、うん、はい、まあ、この業界でもなかなか、まあ、我々、まあ、DSM フィルムニッヒとして、まあ、グローバル企業としてですね、まあ、そういった各国 の、 その規制にも対応できる能力を使いながら、まあ、各原料をいろいろなところで使えるというふうなことを活動しています。すごいね、やっぱ中国ってあの私の考えなんですけど、なんかペプチドってお薬みたいな感じで化粧品に配合しちゃいけないよ、私の個人的な感想なんですけれども、本当にあの新規ペプチドを中国で認めてもらうの、認可されるのと本当大変、ね、そうですね、あの、まあ、ペプチドは中国で使われているんですが、今まで使われていたものというのはもともとあるんですけれども、うんうん、新しくできたペプチドが、ね、中国で使えるようになるというのはこれがやっぱり新しい、うん、あの今までのものだけでは使えるんですけれども、新しいものが使えないというのはやっぱり、うんうん、あの消費者にとってもあのやっぱりメリットにならないので、そこに対して、まあ、登録作業というのを行ったという形です。すごいですよね。だから中国の方もちろん海外の日本のコスメとか詳しい方もたくさんいらっしゃるので、なんなのペプチド使えないのみたいな感じに、ね、なってね、きっと喜んでらっしゃることだと思います。中国で OK ってなったっていうことは、日本の大手さんも新アップ続々あの使われ始めるんじゃないかなって私は個人的に予想しているんですけども、アップカミングな原料だと思います。説明書はこちらになりますので、ぜひ皆さんあのチェックしてくださいね。続いては次はどんなトレンドが来るかっていうところをお話しいただきたいと思うんですけれども、なんで私あの DSM フィルムニッヒさんにこれを
お聞きしてるかっていうと、大手の原料メーカーさんって市場動向もつかむんですけれども、トレンドも作っていくんですよね。ナイアシンアミドが最たる例で、今原料の世界ではこれ流行ってるよねってすると、だいたい 2,3 年後の化粧品トレンドになっていくよね、うん、まあ、もちろんあれは原料で流行ったけどちょっと下火になったねみたいな原料もね、もちろん存在することあるんですけども、御社は SDGs にも力入れられてますよね。そうですね、サステナビリティというのは我々の一つのですね、ターゲットになってまして、ここの一つ目標として SDGs を考えたですね、商品設計、そういった中でバイオテクノロジーを使って商品をですね、開発していこうとしております、はい、価格合成が悪いって言ってるわけじゃないんだけれども、この SDGs の流れの中で今まで価格合成で作ってた原料をバイオテクノロジーを使って作っていきますよ、それに変えていきますよっていう。そうですね、はい、はい、斉藤さん、今来てるトレンドとして、はい、ゾンビ細胞、老化細胞のことがありますけれども、はい、このことについてはどう考えになられてますか。そうですね、はい、我々、セノリティクスというふうに、呼んでるんですけれども、ブーム自体というのはですね、今始まったわけではなくて、以前からあったんですけれども、このゾンビ細胞、老化細胞に対するケアというのは重要であろうというのが今後の流れというふうに考えておりますので、これからですね、このセノリティクスというところに焦点を当てて商品開発をしていこうという意味では、今後のパイプラインの一つですね、商品開発のパイプラインの一つとして考えております、はい、今ちょっと一個皆さん勉強になりましたね。セノリティクスっていう、老化細胞除去薬みたいな、で医療でもかなりね研究が進んでいる分野なんですけれども、ずいぶん前に老化細胞のことをゾンビ細胞ってフランスの、原料メーカーが言い始めたんですよね。そしたらある大手さんが2021年頃に大々的な発表会やってたんです、うん、でその時に画期的だねみたいな話に、なんかこう SNS 上ではなっていて、私は今頃と思っちゃったんですですよねしかもゾンビ細胞って言ってもいいのかなみたいな、なんかふうに思っちゃったりしてたんですけれども、もっと一般化していくっていうような、そうですね、またハイライトされるというふうに私どもとしては考えています、これから来そうなトレンドって言ったらズバリ、私ども考えているのは、スキニフィケーションというですね、トレンドですね。スキンケアにおける、原料であったり、もしくはトレンドコンセプトというものを取り入れていく、例えばヘアケアにおいて言えばですね、頭皮ですね、毛の、根元から毛のですね、先端までをカバーしていく、その意味ではそのスキンケアをしていくことで、スキンケアの概念、それからメリットというものを、毛髪の方にも取り入れていったりとかと、そういうようなケアのことをスキニフィケーションと言っていて、こういったものを今後導入していく予定です。はい、これも本当ね、原料の世界で効かない日はないかなっていう、御社でもなんか結構頭皮原料とかね、今後開発予定とか。そうですね、特にスキャルプケアにおきましては、はい、すでに実はいろいろな商品をそこに焦点を当てたですね、商品と、それからいろんなデータをご紹介しております。頭皮もお顔のようにケアしていこうよっていう時代になりつつあるのかなと。若い頃にやっておけばよかった美容ナンバーワンが頭皮ケアなの で、 そうです、ね、スキンケアの知見ってすごい、進んでいて、一方頭皮の方は、進んではいるんですけども、スキンケアほどではないっていうところから、一緒に考えてこうよっていう、はい、いよいよ最後になってしまったんですけれども、 DSM さんだったんですよ、つい最近まで。だけどフィルメニヒさんと合併されたんですよね。そうですね、はい、5月9日に社名が変更になった形ですね、はいはい、フィルメニヒさんっていうのはもともと香料メーカー。そうですね、スイスの香料、それからフレーバーの、メーカーでございまして、香料、それから、フレーバーですね、こういった技術を、DSM の、価格と一緒になって、我々ともに合併という感じなんですが、グローバルのですね、ワールドワイドな価格、知見を生かして、よりその、私たちの健康、それから、栄養ですね、そして最後に、このビューティーという世界に、この合わさった力と、その結果のソリューションを提供していこうというふうにやっております。素晴らしい。ウェルビーイングも、トレンドじゃないですか。なので香りって本当まさにすごくウェルビーイングのとマッチしてますよね。そうですね、はい、なんかいい香りを嗅ぐと、脳にいい影響があるよと。そうすると肌が変わっていくよって、脳からいい信号が肌に届くので、肌が変わっていくよ。そうするとなんか肌が綺麗になるだけじゃなくて、行動まで変わって生活まで変わる、自分にとって最も良い状態、ウェルビーイングな状態。なんかもう本当これから の、 研究すごい楽しみです。もうなんか最近は本当に iPS 細胞で、
神経細胞を作って研究したりとか、これからの現状どんなのが出てくるのか、来年パリに行く予定ですので、ぜひ期待してください。はい、お会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またそれでいろいろと教えてください。皆さんいかがでしたでしょうか。でも本当に今日楽しくって、こういうふうに日が暮れてしまいました。本当にこういう特別な企画ができたのも、アジア太平洋の化粧品原料のトップである斉藤さんが OK 出してくださったこと、それから私の担当者の柳井さんがすごいご尽力いただいて、いろんなデータもね、こうやってこの YouTube で出させていただいて、美容成分の本当のことをお伝えできたんじゃないかなと。私一人だとどうしても本当かなみたいに思う方もいらっしゃるかなと思っていつかやりたかったんですよね。なんで本当にこんな強力な方がコラボしてくださるとは思わず、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ぜひまた機会がありましたら、新原料とかね、また違う角度からとかね、またコラボさせていただけると嬉しいです。そして皆さんも今日境にナイアシンアミドはどこのメーカーですかとか、そのビタミン C どこのメーカーですかとか聞けるような美容 IQ を持っておくと、どんどん美容も楽しくなっていくと思うので、ぜひ DSM フィルメニヒさんの名前を今日覚えておいてくださいね。この動画がためになったとか、またちょっとこういう企画をやってほしいって思ってくださった方、このチャンネルになるようだねと思ってくださった方、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた。